皆さんこんにちは、久々ですが、VGC2016 スペシャルレートの通知生放送をやっていこうと思います。久々なのでちょっとやり方を忘れるところもありますが、まあ温かく見守ってくれると嬉しいです。パーティーが鳳凰、キシンボルトロス、海王がローマンダ、クレセリア、ナットレッテパーティーで、これは、3月12日火曜日じゃなかった、すいません、嘘ついた。土曜日に、東京で開催された大聖リアフという VGC2016 の大規模なチーム戦の大会、64チーム、192人規模の大会で、視聴者パーティーで、レーティング、シーズン15だったかな、これ、シーズン15のスペシャルレートを潜っていこうと思います。対戦をやっていきます。1500からですね、シーズン変わったのでリセットされる感じです。対戦相手を探しています。しばらくお待ちください。まあ、ホウ・カイオーガっていう組み合わせはあんまりメジャーな組み合わせではなくて、グラゼルネ、レッグザ・カイオーガ、この辺と比べてドイツ・ヘッセン州、レッドさん、はい、もういいか、レッド1400台の方、なんか面白い、楽しそうなパーティーだ。パーティーをキャプチャーしていきますね。まずはパーティーキャプチャーはラプチャーっていうソフト、いわゆるおにぎりキャプチャーってやつを使っていきます。右上がアグノムですかね。これ非常に珍しいですね。昔の GS だとアグノムは、なんだっけ、大爆発の威力が今の2倍あったから先発で出して、115族のアグノムの大爆発は非常に強力だったとかいう噂を聞いてますが、あれアグノムだよね、これエムリットとかそういうのじゃないよね。でラグラージがメガ枠かな。禁止伝説は、グラードンと、レックザで、ビリジョンと、ウルガモス、ウルガモスも珍しいですね、これらがいると。別に特殊の別でいくと、レックザ、ビリジョンが物理だと思われるけど、グラードンとラグラージは物理特殊かどっちか分かんない。エムリットじゃねえよ、だからアグノムとウルガモスはまあ特殊でしょう。まあこれはローマンダ法はセンスがいいんじゃないですかね。ラグラージュも考えると、カイオーガラス1どうする、プレセリア、これで時間ギリギリになっちゃいましたが、まあレート最初なのでなんか珍しいポケモンがいる感じですね。レート上に上がってくると、なんかあんまり変なパティって見かけなくなって、まあビッグシックスとかそういうよくあるパーティーばっかになっちゃうんで、この辺のレート対楽しい対戦ではあります。レッグザ・ブリジョン。これはもう両縛りですよね。受け先もフェアリータイプのポケモンがいないから、まあ基本安定するんですけど、怖いのはレッグーゼが気合の助けを持っている可能性だけかな。気合の助けを持っている場合は、流星群を耐えて返しの流星群を打ってくる可能性もありますが、まあ、メガ進化していいでしょう。メガ進化して流星群。方は、ブリジョンが質問エッジを持っている可能性が気になりますが、とりあえず、身代わりかな。ブリジョンを引っ込める。なんとなんと、そっちを引っ込めるのかよ。出てくるのはトバッツ、何これ、これアグノムですよね。ボーマンダがメガ進化、当然100族だからレッグゼルは早いんですが、レッグゼルもしこだわりスカーフ持ってたら上取ってきます。さて気合の助けの可能性だけ怖いって言ったけど、よく考えたらスカーフもまあ一応怖い、まあ、まずスカーフはいないと思うんだけど、特製ブレタストリームの発動、ランキー状態になります。流星群を上から打つ、耐える可能性あるのは直帰ハバン、助けだけだけど、直帰ではない、助けでもない、ハバンでもない、レックザ倒す、外から一発で打ち落とすのはすごい気持ちいいですね。ランキリが収まる。この隙に方は身代わりを張ります。いい感じです。食べ物を残して体力の15、最大体力の16分の1を回復します。あとビリジョンが先に見えたから残りがグラドンかな、スリーティア。
ビリジオンがもう一回出てくる。どうしようかな、交代してもいいんですけど、もう交代するか。クレスリーチェンジして方は、ブレイバードが攻めるのか。裏も考えるとブレイバードですね。ブレイバードでビリジョンに、ビリジョンが何してくるか。積み技は剣の前があるかどうかぐらいだと思うけど、剣の前持ってた。今アグノムが電車を双方向に打ったのか、ビリジョンが助けなのか。これもしかすると双方前で剣の前詰めるってのは何なんだ。助けでもないし、やはり1400台かって感じだ。多分の癖体力の重力命中回復、まあ、ラストはグラードンだと思われますが、物理か特徴わかんないので、うん、噴火してくるかな。原子回復します。原子グラードンに。天候が、まあ、強い日照り状態ですね。終わりの大地、おわ終わり。まあ最速だったらグラドンは砲より速いんですけど、どうしようかな。確実に倒しに行く手出して、うん、どうしようかな。思わんだ、何やっても勝てると思うんだけど、まあレートリームをグラドンに打つか。砲は聖なる炎をアグノム方向に、あまり悠長なほどしない方がいいかな。どうだろう、聖なる炎とかいう命中 95% 技を使うのはなんか余裕ぶっこいてる感じが出てますけど、なんで陣釣りってプレスリー方向の陣釣りってエスパー技だよな。そして総合のハビームが飛んだけど、特殊型だとしても噴火じゃないのか。ここはすごい技飛んできましたね。タイプ不一致なんですけど、晴れ状態なのでこのタイプの技 1.5 倍になります。多分落ちるよね。 OK、 プレスリーでレートビーム打ちますが、まあダメージは期待できないでしょう。何やってもいいけど、照らしてブレイバードで持つか。はい、まあ外しがあるので命中 100% のブレイバードを選択しました。このレッド隊の人の技構成が気になるところではありますが、グラードの物理耐久が、おお、すごい技聞いた。海洋が裏から出してもよかったんだけど、噴煙は、やけどの追加確率が 30% あるので、まあ、結構な確率でやけどしちゃいますね。こうはさすがに特殊耐久が高いので、晴れ状態の噴煙でも乱れは壊れなかったですね。まあレートシーズン15始まって1試合目なので、まあのんきにやってる感じですけど、まあ雨状態にしてこの技を無効化しますか。これで終わりですね。まあわざわざ4タイム出さ見せる必要のない4タイム見せるっていう、なんか自慢みたいなプレイにしてますけど、まあレックぐらい最初にしちゃえば、まあなん怖いところはないパーティーではないと。特性始まりの海で終わりの大地を上書きして雨状態にします。強い雨の影響で炎タイプのこれで書き消された。でこのブレイブラー多分落ちるはずだと思うんですけど、落ちましたね。勝ちです。レッドさんかな、対戦ありがとうございました。レッドどの勝負に勝った。 4-0 です。まあゲート上位でこんな戦いはなかなかできないですけど、次の試合いきたいと思います。バトルボックス。レートが1512ですね。1試合。1500から1回勝って1512。
常に対戦相手を探していきます。今市さんでボシックレート1500の方対戦よろしくお願いします。これはちゃんと構成されたパーティーっぽいから残念ならないですね。ラプチャー相手のパーティーが海王がゼルネアス、ガルーラ、ファイアロー、サンダー、クレセリア。グラゼルネじゃなくて、海王がゼルネアスの珍しい組み合わせですね。で、サンダーが何だろう。目覚めればコリ持ってるのかどうかがわかんないな。ハメ状態は基本的に維持できそうだから、マットでは非常に刺さりそうだけど、どうしようかな。モーマンダ海王が出るガルーラゼルネアス海王何で砕いて電磁波入れちゃうとナットルのジャイロが威力下がるよな。ちょっとでファイアロー来る分からんな。モーマンダ方いやモーマンダナットルが一番低かな。モーマンダナットルいい電磁は打てないけど、これだと。ほう、海王はこれで。相手がさ、ギリギリまで回ってる感じですね、選出を。今市さん、対戦よろしくお願いします。海王はゼルネアス、ガルーダ、ファイアロ、サンダー、クレセリア。こっちはボーマンのアナトリの選出。相手の選出は、サンダー、ガルーダ。どうしようかな、これ。熱風あるかどうかなんですけど、あれだと全然わかんないな。ナトリア方向に猫魂飛んでこないと思うんで、こうチェンジして、ジャイロボールをガルラ方向に。ドイジは外しがあるしガレラを削っておくことが大事かと思いました。このターンはサンダーがもし追いかけしてくるんだったらそのターンをしのぐ方法を考えるかな。その後まあ手たぐりのエプットが来るとまずいんだけどもでも海洋はコーチ組んでハンダにネット入ってるかな。ガレラメガ進化メガガルーダに。手探り打ってくるこれ。猫魂ですね。よかった。まあ、大したダメージじゃないんだけど。まあまあ、痛い。おい、やるのかよ、ネップ。マジかよ、マジかよ、マジかよ。ジャイロボール。海洋がコーチくんのやつで入ってんのか。相手のガレード速そうだしどうしようかな。こう守ってジャイロガレード方向いやドリジオサンダ方向いやジャイロガルダ方向まあなったり死ぬなら死ぬでいいや。その後ボンマンダで上から投げればいいし頬が身代わりを残すチャンスを伺う必要があるかなと思ってます。ネットで死んだら死んだらそれでいいや。当たる当たる墓地的にでも熱風あって、メダ氷ってあんのかなこれ。どうなんだろう。ジャイロのダメージの張り方変えてエースガルダっぽい気がするし、ハイパーボイスで落ちると思うんだけど。この隙に身代わりを張りたいと思ってます。
モーマンダメが進化してハイパーボイス、まあ、ここでこの瞬間メガガレだと同速になるんですけど先制してほしいところです。ファイアローがいたこともあってサンダがね、この技ないかなと思ったんですけど、あとこっちが裏にカイアワの存在ちらつかせてるからこの技打ってこないかなと思ったんですけど、それは甘かったようですね。そういえば静電気サンダーが解禁されたと思うんですけど、このサンダー特性なんボール見てないからわからんな特性が。ボーマンダ君先制してくださいね、相手のガルーダに。この瞬間同速、同速。おい、先に動かれたよ。つらい。ちょっとつらい。身代わり張れなそうだな。だめ、追い風張ってきた。クレセリアいるけど、トリックルームは使用しない感じのコーチくんかって感じですね。出てくるのは海洋画かな。それかジェルネアスか。ジェルネアス来たら方が攻めるので動かす感じにするかな。ジェルネアス、フェアリオーラ、相手は追い風状態だから、サンダーが106、10万ボルトムーンフォースで頬を集中してくるかな。それ読みで頬を守ってボーマンダで追い風張るのが展開としてはいいんだけど、追い風張り返したところで頬は相手を埋めてないから、だったら聖なる炎でワンチャンジェルネス倒すように。ジェルネスとサンダーどっちがこっちにとって辛いかっていうと、ゼルネアスだよな。全体攻撃技あるし。ゼルネアス2000の方も。ムーマンダは、守る。まあ、方向に集中してるかもしれないですけど。社員だったら身代わり壊れないよね。聖なる炎で火傷して、さらに、なんかあれ。おーい！おーい！そこで来ましたかよ！負けだ。身代わりは絶対割れないと思ったんだけどな。ジオコントロール積んでないから。海洋を出してます。勝ち筋あるとしたら乱数でマジカルシャインをドリネあのボーマンダが耐えて追い風張り返して上から殴る感じかな。ムーンフォースは10万ボルト、集中量は多分海洋が足りると思うんで、根源の波動で追い風張ります。マジカルシャインダブルダメージでボーマンダが耐えるのが、ちょびっと乱数あるけど、耐えませんでした。CS さんだっぽいですね、ダメージ量的に。急所出してもどうせダメ変えればいいから負けだな。まあいや、行動戦略負けましたね。サンダの熱風でなったらです、早々と処理されたのが必要ですね。対戦ありがとうございました。今市さん対戦ありがとうございました。海洋がゼロネアスっていう珍しい組ですね。今回は負けてしまいました。というわけでですね、一勝一敗でしたが、いかがだったでしょうか。まあ久々の生放送実機での対戦で、まあ感覚を思い出しながらってところがあったんですが、まあ今回は大成業府で使用したパーティーを使ったんですが、実機の方でも新しいパーティーを用意してレーティングやっていければと思っています。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。また次回も見てくださると非常に嬉しいです。今後のモチベーションにつながります。サンキューウォッチング前ビデオ。See you next time. バイバイ。また次回見てください。